えっとお久しぶりの,の TFSUG のイベントですね、オンラインイベントをやろうかなと思って、えー、今日この場を設けさせていただきました。ちょっと直前であの Teams のいわゆるこちらの都合で切り替わっの変更してしまって申し訳ないんですけれども、ちょっと、えー、YouTube もしくはあの Teams でよろしくお願いいたしますあの。わからないこととかありましたら、スライドとですね、えー チームスの参加されている方はチームスのチャットで聞いていただければと思います。で、今日はですね、あのコンパスにも書きましたとおり、前半後半ですね、14時30分、25分かな、予定で、そこまでは通常のセッション、あのお話しして、そこから先はチームス そこから先は配信がなあの切りまして、そこから先は、チームスにいる方で、えー、Q&A とかディスカッションとかあのやっていこうかなと思っています。なので、えー、14時30分以降の配信も録画もありませんあの。ちょっと参考に録画させてもらいますけれどもあの、公開することはありませんのでご安心ください。はい。そんなわけで、えー、Azure DevOps のまず新機能と使いどころですね。あの今日は 一つのセッションの中で二つやろうかなと思ってて、あの最近、あの新機能的な話を誰もする人がいないので、ちょっとこ,こういうのを簡単にですねあの、やろうかなと思います。上半期ですねあの。よいしょ。上半期の新機能です。で、まあ、亀川といいます。大、え、体、ー、どこでも K 亀川という ID で出てます。 の MP のデベロッパーテクノロジーズの主にあの GitHub とか Azure DevOps ですね。大体私がメインで使うのは Azure DevOps のなんですけれども GitHub も使ってます。で、CFUG、えー、の,あのコミュニティのサイトでをもあの DevOps 上に立ててます。こちらを見ていただいてですね、スラックもありますんであのよかったら参加してください。えーと、で、本日時点の お話です、すスライドも用意してますので、こちらですね、こちらから匿名で質問できますので、お気軽に書いてください。2021年上半期、もう9月なんで、下半期も半分くらい来てしまいましたね。だけれども、まあ、ちょっと上半期、6月、1月から6月までの個人的な注目点とは言っても、 あの最近新機能の追加が少なくなってきたので GitHub に押されてえだいぶ少なくいいのでそんなに多くはないですえ一般ジェネラルですねあの大体どこを見てるかっていうとここにリンクも書いてますけれどもえーリリースノートが3週間に1度ぐらい出てますのでそれからやってます Pad ライフサイクルマネジメントですねこれあのいいですよねあの今までパッドあのパーソナルアクセストークンですね こちらがあの1年最大1年間ですねで。期限切れの直前にはメールが来るんですけれどもあの、それを見ていちいち手動でやってたんですけれども、これが自動化できるっていうのが肝です。あのただ、これ、AzureAD じゃないと使えない機能ですね。で、えっ、ー、と、Visibility ビビ、えー、特定のプロジェクトを非表示するですね。特定の人以外は非表示するっていう。今まで あのオーガニゼーションの、えー、にいる人はぜあの見ようと思ったら全部見えたんですけども、あのそれがまあで,きあのできなくなるという点ですね。これはあのあの例えば この人はパートナーさんだからちょっと他の見せたユーザーを見せたくないとかですね、そういったときにはもうオーガニゼーションを昔は分けるしかなかったんですけれども、この機能ができたおかげで、1つの組織が1つのオーガニゼーションで全部できるっていうこともできるようになりました。まあ、あとはパーソナルアクセストークンの権限をですね、Azure AD のテナントポリシーで設定できる、これも便利ですよね。の何でもかんでもパッド フルで作られると困るケースがあると思いますので、そういったときには a z u r e a のテナントポリシーで情報流出に影響しそうなパッドは作れないようにできるようになりました。あと、a z u r e b ー l s っていったらもうデリバリープランズにだけですね、ほぼ。あのデリバリープランズって何かっていうと、 だいたいプロジェクトが大きくなると、隣の人は何する人ぞになりやすいんですけれども、このフロントエンドのチームはいつまでに何をリリースする、バックエンドのチームはいつまでに何をリリースするっていうのを、プロダクトバックログですね、それぞれのチーム単位で管理していると見えなくなってしまうんですけれども、それを一気通貫で見せる。 というのがデリバリープラン2.0。昔、1.0ていう拡張機能が用意されていたんですけれども、それは拡張機能だったので、あのいろいろ制限があったんですね。あのパフォーマンスが出ないとか、あの主にパフォーマンスですねの、上の問題があったんですけれども、本体にめでたく組み込まれたので、えー、そういった制約も徐々になくなってきてます。昔は10までだったかな。しかあの 設定できなかったんですけど、それが15、今15か20ですね、まで設定できるようになったとかですね、そういったことができるようになりました。で、UI も2.0で徐々に改良されています。だから今はもうデリバリー、組み込みの2.0の方を使っていただければいいかなと思います。えっと、レポスの方はもうこれだけですね、リポジトリを 無効ににできるようになりましたあのこれ何が嬉しいかっていうとですね例えばですねあの知財の問題とかですねで一時的に誰も使えなくしたいっていうことがたまにあるんですね知財で問題があってあのそれをリリースできなくなるでそれを解決できるまで誰もあのアクセスできないようにブロックするっていう機能ですね管理者ができるようになりました結構便利です で、パイプラインは割といっぱいありますね。えー、プロセスオブテンショあこれですね、あのこれ、Azure Pipelines ってあの無料であの、例えばオープンソースのプロジェクトだと、あの無制限で5並列あ、えー、10並列か、使えたんですけれども、それをあのやっぱり悪いことをする人は、どこでも目を光らせるもので、マイニングに使われちゃったんですね。で これ GitHub Actions も一緒なんですけれども、GitHub アクションズの方はあの、なんだろう、製品グループが頑張ってやってるみたいですけど、Azure Pipelines の方は、えー、申請式になりました、ねあの。オープンソースプロジェクトの場合は、えー、概要を書いて送れとあの、メールで送ったら、3営業日以内,以内かな、に、えー、有効化してくれるようになります。これは あの優勝契約の無償枠でもお同じだったかな、ちょっとそうなるはずです、私、3月以降の新規で作ったオーガニゼーションはこうなってしまいます。で、えー、とレポスのプロテクトですね、ヤムルパイプラインで、あのレポジトリ、アジュルレポス参照するときにですねあの、ブロックがかけられるようになりました。 例えばデプロイとかするときに、のあの YAML パイプラインをテンプレートで参照したいとかいうときですね、こういったときに、ちょっとこあのじゃあこれを使えば、俺でもデプロイできるんだということになりがちだったんですけれども、それを承認がないとあの使えないようにするとかですね、そういったことができるようになりました。これ結構便利です。で、今これ、プレビューですね、テンプレート、YAML エディターでえーテンプレートのサポート、テンプレートって今までもう 頑張ってこうなるんだろうみたいなことを書くしかなかったんですけれども、それがプレビューで、テンプレートのプレビューができるようになりました。これ、まだ有効になってないはずなので、プレビューフィーチャーのところから明示的に有効化しないと使えないです。けど便利なんで使ってみてください。あとは、これもセキュリティの振る舞いですね。の今日これから説明するんですけど、エンバイロメンツですね。 あのパイプライン作ったときにエンバイラメントして、それと自動で作れたんですよね、誰でも、まあ。パイプライン作る権限のある人なんですけれども、ただそれじゃちょっとまずいっけっていうあのフィードバックがたくさんあったみたいで、あのエンバイロメント作れる人が作ってから参照するっていうケースになりましたあの方法になりました。これ結構重要な仕様変更なので、あれ、とこの前まで作れてたのに、なんでパイプラインから作れなくなったのみたいな。 ことが起きないよ起きないようにしてくださいこれで確かですね、LAN のモジュールもあのやこのとおりやってるのできないみたいな質問、あのつぶやきはちょっとツイッターにで見かけたことがあります。アーティファクツですね。あの次はアーティファクツの変更です。で、a z u r e アーティファクツのアップストリームの,ビヘあの振る舞いが変わりました。これちょっとあれ アンカーつけてないけど、あの見てください。で、えっ、ー、と、エンプティリサイクルビーンフィードのゴミ箱ですね。フィードのゴミ、えー、箱,で、ねえーの箱のえー、ができるようになったという話だったと記憶してます。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと簡単に10分ぐらいで駆け足でおしあの話してみたんですけれども、まあ、パイプラインの やっぱり一番大きかったのがパイプラインの無償枠です、ね、あのが自動付与されなくなった、まあ、背景にはご存じの通りビットコインの高騰があったからですね、すごい、ね、あの3月ですねぐらいに値上がりしてあの不正マイニングに使われた。これあの昔からよくある話で MSLAN も昔は割と制限が緩かったんですけれども、MSLAN のサンドボックスですね、あの緩かったんですけれども、あ,のあれもあの確かマイニングに使われて、えっ、ー、と、ジュサンドボックスまで24時間しか使えないみたいな制限が、えー、できました。あのなので、まあきあの、ちゃんとみんなが 使ってればいいんですけれども、やっぱり悪いことする人のおかげで、こういうイラン制限がかかってくるのがちょっと印象深いですね。で、基本的にはなんか大きい派手な機能じゃなくてですね、エンタープライズ向け、やっぱりエンタープライズのユーザーが多いみたいで、そういったところの監査とかですね、セキュリティ要件、セキュリティ要件に必要な。 あの機能が細々と追加されてるんじゃないかなという印象ですね。で、ただ、まあ、何もしないわけじゃなくてですね、デベロッパーコミュニティですね、の Azure DevOps ですね、Azure DevOps と Azure DevOps サーバー、別にありますけれども、一緒かあ、ありますけれども、そこであの投票とかですね、投稿してもらえれば、 たくさんアップボートがある投稿は、ちょっと優先的に考えてもらえるはずです。あのえ英語、基本英語なので、ちょっとどうしても困るみたいなことがあったら、あのお手伝いしますので、Slack とかで、TFSUG のスラックとかで、かでこんなのどうよみたいなお話ししてもらえれば、えーおてあのたあの、お手伝いしようかなと思ってます。ちょっとまあ、あの仕事じゃないんで、ベストエフォートになりますけれども、あのぜひよろしくお願いします。 はいでまあ、あのこんな QR コードあって、Azure 関係のセミナーで,ですねあの。ここに、この QR コードからいろんなコミュニティー、私の TFSUG、e、以外にもあの、たくさんのコミュニティーがいろんなコミュニティーがあって、えー、そちらであの一覧でまとまってますので、こちらから見てください。はい、そんなわけで。 えと次ですね。なので、はい。で、まあ、簡単に10分ちょっとで、新機能のおさらいですね、をしましたと。で、今日のお話はですね、Azure Pipeline とデプロイ戦略の話ですね。ちょっと前、ツイッターであの聞かれたんですよね。エンバイラメントが、承認とかがよくわからないとかですね。 あとは、あの、Azure Static Web ですね。あれ、ビルドとデプロイがタスクは一緒になってるんだけど、別にして、あの、うまいことしたいみたいな話がありまして、じゃあ、デプロイだけで、えー、一つやってみようかということで、今日のこの場にさせていただきました。し自己紹介はいいや。 でまあ、スライドでも、チームスに参加されている方はチームスでも OK ですのであの、お気軽にお問い合わせください。はいえー、ビルドデプロイの基本的な考え方ですよね。まあ、初めて CI する人はあの、ビルドとデプロイがまあ一緒になってですね、あの一気通貫ですね、になってえー、やっていくと。あの a Azure パイプラインでデフォルトのテンプレートを作るとビルドしかしないんですけどしないんであれこれどこに行くのみたいなことになりがちなんですけれども、そこから先にデプロイのタスクを追加してもらうことになりますね。で、じゃあ分かった、ビルドデプロイができるようになった、CI ができるようになった、でもビルドとデプロイを分離したい形ですね。今だと YAML だとマルチステージパイプラインがありますね。 あのまだクラシックのリリースですね、あのも有効ですので、えー、そちらを使っていただくのも全然構わないです。ただ、もうクラシックになってるんで、ぼちぼちあの移行したほうがいいかなとは思いますね。ただあの、クラシックリリースじゃないとできないこともいくつかありますので、例えば、a z u r e Policy との連携ですね、もありますので、そういったのが使いたい場合は、あのま、もうちょっと。 仕方がなないいかなととうことですねあとは、CD、あのデリバリーをより高度にという、一つのターゲットに全部やるんじゃなくて、あのターゲットが複数ある場合とかですね、あの評価環境とかと、えー、本番環境、もしくはあの複数のリージョンへのデプロイであるとか、あるいは、えー、Kubernetes のポットのいくつかだけ変えたいとかですね、そういった、えー、より高度に。 デプロイする場合、どんな感じでやるのかなみたいなお話ですね。まあ、そんな高度な、ここの,あのデプロイのターゲットが複数になった場合、どんな感じでやっていこうかなっていう話をちょっと知っていこうかなと思います。まあ、リリースの悩みですね。あの、よくあるのが、やっぱりリリースで意図しない上書きされたとかですね。あのリリースして壊れないかなとかですね。全部一気に、やっぱり今まで 手作業であの温かみのある手作業でチェックリストを見ながら1個2個3個ってやってたんですけれどもそ,それなんか全部スクリプトでやるとあの壊れるんじゃないかみたいな話ですね。そういったのがやっぱりどうしても悩みとしてあると思います。特に自分でやってる方はいいんですけどあの承認する立場の方ですね。そういった時はあの怖いですよね。機機械械ががやってその機械が 間違,った方間違ってしまうんじゃないか、人間のほうが間違うんですけれども、そういったあたりですね、こういったのがリリースの悩みかなと思います。で、Azure DevOps あ、あごめんなさい、DevOps のプラクティスで使うデプロイ戦略、いくつかあると思うんですけれども、代表的なのがローリングデプロイ、一番上ですね、順繰り順繰りに入れ替えていくですね。 入れ替えて、つ、ま、な、あ、いで OK みたいな形ですね。あのウ,ェブウェブサイトの1個を,を切り離して、えー、そこでつながって、えー、そこで入れ替えて、またつなぐ。全部一つずつあ,のある程度の間隔で入れる。で、ブルーグリーンデプロイですよね。つながってない方を入れ替えて、よいしょっと切り替えるやつですね。ロードバランサーを切り替えるっていうやつですね。 で最後はまあかなりリリース、えー、少しずつ変えていくってやつですね。あの10個、例えば Kubernetes のポットがあったとしたら、とりあえず 2, あの2個ぐらい、えー、入れ替えてみて、トラフィックの一部をそちらにあの入れ替えた方に回すというやつですねで。徐々に問題なかったら少しずつ切り替えていく。でまあ、切り替えた後はあとはフラグですね。あのフラグで 特定の機能人だけ有効にするとかですね、そういったこともやったりしますけれども、今回はそこは扱わないです。はいまあ、ローリングデプロイですねあの、複数の環境ですね、サーバーとか、Azure Web Apps とかで順番に展開、Web Apps はだめなんですねあの、複数の環境で順番に展開していって、えー、展開してる間はロードバランサーから切り離して、終わったらつなぐってやつですね。 えー、ブルーグリーンデプロイのいいところ、あの全部環境を切り替えるので、えー、エラーが起きてもまあロールバックできる、ただ、ロールバックしやすいのは Web アプリケーションだけでデータベースをロールバックしていいのかっていうと話はあるんですけどね、なのであの、追加は大体の場合いいんですけど、消した場合ですよね、消した場合はあれあのロールバックしたら、 あのアプリケーションとエラーになるみたいな話もありますので、まあ、そこら辺は設計次第ですね。なので、あのデータベースをもう丸ごとつなぎ替えるのか、あのデータベースはそのままでスキーマ移行だけするのかみたいな話はちょっと設計次第ですね。で、最後はかなりリリースですね。あの複数あるインスタンスをちょっとずつ入れ替えて、 えー、エラーレートとかデプロイですね、デプロイの基準見ながらというやつですね。1、あのー、太い線が、まあ、たとあの例えばトラフィックの90%が流れてる、細い線が、えー、50%ですね、流れてるみたいな形ですね。で、真ん中はちょっと良くなったって言ったら、じゃあ半分ずつにしてみよう。で、最後はもうほとんど新しい方を入れ替えて。 え古い方はあのけあの評価用みたいな感じですね。で、最後には全部切り替えるみたいな形ですね。じゃあ、これをですね、えっ、ー、と、Azure Pipelines でどうやって実装するのかみたいな話ですね。で、大体は、えぇ、ー、YAML ですね。と、パイプラインの YAML と、エンバイロメント。日本語のドキュメントだと環境ですね。 っていう訳されてますけれども、それでどうやってやっていくのかなみたいな話を私の個人的な考えでお話ししようかなと。思いますもちろん、これクラシックの,あのビルドとパイプラインでもできるところは結構あります。そこら辺はあはエンバイロメントじゃなくてあのデプロイメントグループ使ったりしますけれどもね。そこら辺をまた別途お話ししていこうかなと思います。 でエンバイラメントあの、使われた方とか、多分いるとは思うんですけど、使ったことないみたいな方がいたら教えてください。あの結構便利ですで。このデプロイで使用するんですけれども、あのデプロイターゲットにかんあの何をするかというとですね、デプロイターゲットに関してですね、あの制限とかです、ね、いろんなチェックを行うためですね。だからこれそのものでは特に あの何かがあるっていうわけじゃないんですけれども、そういったあの統一的なチェックとかですね、セキュリティの監査であるとか、a Azure ポリシー,あポリシーはクラ,クラシックですね、ごめんなさい、の設定ですね、あとはデプロイ履歴ですね、パイプラインの履歴、パイプライン単位で履歴は見えるんですけど、この環境に対する履歴はどうなるのか、例えば本番環境。 アジュルパイプラインで、あのデブブランチ、開発用のブランチと本番用のブランチ、一緒のパイプラインにした場合ですね、あのじゃあ、どの実行がっていうのが、パッとあの一覧結果で分からないんですね。そういったときに、このエンバイロメントを使ったら、あのじゃあ、本番用のデプロイの履歴はこうだったっていうのが、まあ、分かりやすいということですね。 でまあ、ノーンか、Kubernetes か、バーチャルマシンか、これ、バーチャルマシンのアイコン、古いんですよね。未だに変わってないですね。Azure のバーチャルマシンのアイコン、変わったんですけれども、あの選択可能ですね。じゃあ、実際どんなチェックがあるのかっていう形ですね。あのいっぱいあります。あのまあ、指定したブランチのみですね。まあ、さっきも言った、えー、メインブランチ、メインマスターですね。ブランチだと、 しか受け付けないっていうパターンとかですね。あの面白いのがビジネスアワーですね。特定の時間しかビルドあのデプロイさすあの使わせないですね。例えばあの深夜のメンテナンス時間だけ決めておいて、その時間じゃないと、えー、リリースができないとかですね。あとは、これまだプレビューなんですけれども、あのコンテナイメージですね。あのそこら辺で拾ってきたノラコンテナとか使われても困る。 こととはあると思いますね例えば、マイクロソフトが提供する mcrmicrosoft.com、ね、から、えー、持ってきた、フルしたイメージじゃないとベースイメージで使っちゃだめとかですね。そういったあのチェックがかけられます。これは結構便利ですよね。あとはハイタロックですね。あの複数の人がですねあの、まあそ、メインの場合はそんなにないと思うんですけれども、あの同時に ですね、あのリリビルドデプロイをかけた場合、えー、ぶっつかってしまうことがあるんですね。なので、順番にです、ね、1個ずつあのリリースするときはあの、ロックをかけるみたいな、えー、ことができます。なので、えー、先行であの1番目の人がデプロイしている最中は、2番目の人は、えー、スキップするとかですね。 そういった制御ができます。これも最近の新機能でですね、振る舞いを変えられるようになりました。ちょっとだけね。はい、あとは、REST API の呼び出しあ、ごめんなさい、REST API の呼び出しですね。外部の、例えば、そうですね、運用監視ツールとかが REST API をサポートしてて、そこでモニタリングしているデータをもらってきて、 OK、問題なかったら OK とするとかですね。あとは Azure Functions。これもほぼ一緒ですよね。REST API じゃなくて Azure Functions 専用ですね。だからファンクションで例えば、そうですね。事前に何か設定を変えるとかですね。Azure のリソースの設定を変えるとかですね。そういったことができますま。もちろんあの やむるでやってもか全然構わないんですけれども、えー、そうですね、外出しにしたい、この環境、本番環境のときだけ何かしたいみたいなときは、こっち使うと便利です。あとは、えー、Azure モニターアラートですね。あの例えば、デプロイするときの。 デプロイ先がですね、実は動いてなかったとかですね、すごい CPU 使用率が高かったとかですね、CPU 使用率高いときにやっても成功するとは限らないので、そういったときはしないとかですね、あとはデプロイした後とかですね、デプロイした後にエラーレートが起きてない、エラーが起きてないかとかですね、そういったのを Azure モニターでチェックするということもできます。 あとはリクワイアードテンプレートですね。あの特定のテンプレートを、Azure p i p e l i n のテンプレートですね。Azure パイプライン n のテンプレートを使ってないとダメっていう。これ結構面白くてですね。例えば、あのマルウェアスキャンとかですね。あのそうですね。OSS のあのライセンスチェックであるとか、あの OSS のあの脆弱性、脆弱性持った、えー OSS をそのまま入れてないかとかですね、そういったのをチェックするのを、それぞれみんなあの書くのはめんどくさいですしあの、テンプレートで用意してますとか言っても、組み込み忘れてるかもしれないんですよね。レビューすればいいじゃないかっていう話があるんですけれども、あのつい忘れてしまうこともあるので、そういったときにこの,あのテンプレートを指定しておけば、例えばホワイトソースの、ホワイトソースボルトを呼び出すテンプレートが入ってない パイプラインは通さないとかですね。そういったチェックができて、これ、エンタープライズ向けのでは割と便利かなと思います。私、これ結構好きですね。コンテナイメージの使用書きとテンプレートですね。なので、じゃあ、こんなエンバイロメントを使ってですね、どうやってやっていくかっていう話なんですけれども。 あのローリングデプロイですね、全体をちょっとずつ更新していくっていうやつですね。で、これ、あのまあ、当然といえば当然なんですけれども、の Azure の場合はですねあの、VM のみサポートです。ウェブアップスでやってもしょうがないんですよね。あの全部インスタンスの中身、Azure が管理しちゃされちゃってるんで、この,あの、まあ、ロードバランサーで別にやってれば別なんですけれども。 基本的にはパイプラインでは VM だけサポートですね。だから2台ああの、10台やったらそのうちの1台ずつとかですね、3台ずつやっていくとかですね。そういったのができるようになります。ストラデジーサポートで、よいしょ。これはちょっとまた後で、えー、実際の画面をどうや、やむるパイプラインですねをお見せしようかなと思います。はい。 あと次はブルーグリーンデプロイですね。これは特にロードバランサー切り替えるだけ言ってしまえばなので、Azure Pipeline では YAML の専用公文みたいなものは用意されてません。Web Apps とかだったらスワップですね。スロットの切り替えですね。VM ならロードバランサーから離脱させるみたいなことになるかなと思います。でえー あとは、カナリーデプロイですね。カナリーデプロイも、あの、こっちは専用構文がちゃんと用意されてます。えー、ストラデジーの中に、あの、ナリーっていうのがあって、それ、それを指定して何パーセントずつ入れ替えるっていうやつですね。ちょっとできるかな。えっ、ー、と、そうですね。よいしょ。 例えば、あの、こっち、あれあ、こっちじゃないや。ごめんなさい。えっ、ー、と。パイプラインのえ。あ、ごめんなさい。ちょっと違うやつ。違うやつ持っていっちゃった。よいしょ。 こっちです失礼しましたよいしょえー、とこれ例えば、えー、ここがえんと大きくしすぎた。 ここら辺りですね、デプロイステージで VM ですね。VM デプロイ、VM にある IIS ですね。普通は、まあ、こんなことあんましないですよね、最近は。Web アップス使ってくださいということに必ず言ってますけれども、VM デプロイのステージを作っておいて、こちらでですね、ローリングデプロイ。2台しか今用意してないので、マックスパラレル1にしてます。 で、アーティファクトをダウンロードして、アップマネジメントマシンですね。で、IAS へのデプロイですね。をや、やるという構文ですね。まあ、あの、構文にするとこんなふうに、あのローリングって指定して、マックスパラレルを指定するだけという非常に簡単なものになってます。で、これでセーブすると、たぶん、あの、ブランチ、あの、 動いくはずです。で、これで。で、これで、えー、ビルドとデプロイが開始されます。ちょっとほとんど試してないんで失敗するかもしれないんですけど、まあそこはうまくいったらおなぐさみというやつですね。なんか昔はもっとあのー ヌゲットのリストアとかかなり遅かったような気がするんですけど、最近昔私パイプラインの動画出したときにこのリストアとかだけでもすごい時間かかって、普通のテンプレートのウェーブ作っただけでも3分、4分はビルド時間かかって動画編集大変だったんですけれども、なんか今、e、はずいぶん早いですね。ビルドマシン良くなったんですかね、これ。ビルドだけでまあ2分くらいかな。 かかかららないぐらいぐですかね .NET Core だと本当に5分ぐらいかかってたんですけど。で、VS テスト、まあ、やる必要ないんですけれども、ビルドがかかって、パブリッシュされて、ちょっとほとんどテストができてないので、うまくいくか。 うまくいったら、うなぐさみというやつですね。で、ここでジョブが始まって、えっ、ー、と、Web、えー、デプロイのジョブが今ちょうど始まったところです。結構長いな。 VM の設定がちょっとミスってるかもしれないですけど、うまくいかなかったら、後半ですね、後半の Teams のところで、いろいろみんなでああだこうだ言いながらやっていこうかなと思います。実際、ここ、エンバイロメントですね、ここですね、今、デブっていうところに入れてます。で、ここのカナリーデモっていうので、今、動いてる。 1>, 1台目にデプロイが始まっているという状態です。リソースと、あとデプロイメンツ、VM デプロイというジョブをパイプラインで定義しているので、まあ、こんなふうに、えー、こっちからでも見えるということですね。ダウンロードタスクが結構長いな。で、えっ、ー、と。 これがうまくいくかどうかで、あ、いった。あ、アンネブルアプライトランスフォームになってる。ワーニングが出てるけれども、あ、1台目がうまくいきましたね。で、え、で、今2台目が順にローリングで、え、デプロイがされてるところです。 あよかった、うまくいきました。はいえー、そんな感じで、全体を少しずつ更新していくという状態ですね。ブルーグリーンデプロイですね。あのまあ、さっきも書いた通り、接続先切り替えるだけなので、パイプラインには専用の構文とかいうのはありません。まあ、かなりですね。で かなりはちょっとデモしようと思ったんですけど、ちょっと作りきれなかったんですね。ごめんなさい。後半でみんなで一緒にできたらいいなと思ってます。と、後半に集客をかけてみます。はい。で、デプロイとの組み合わせ方ですね。エンバイラメンツとデプロイどうやって組み合わせるのかっていうやつですね。まあ,あ、エンバイラメントの役割 あのなちょっとちらちら言ってますけれども、まあ、人間がやるとしんどいチェックをやってくれるですね、例えばコンテナの,あのこれ、本当に正しいコンテナイメージなのとか言って、人間が見るのすごい大変ですよね、VS コードであのコンテナのレイヤー見たりとかしな、とかなんか脆弱性スキャンかけたりとか、あのコンテナスキャンですね、でもいいですけれども、そういうのをやってくれます。で、あと、あもう一つ重要なのはあのデプロイ履歴の確認ですね。 あとはシステム関連系ですね。REST API を叩くとかですね、Azure Functions を呼び出すとかですね。そういったもので、えー、ビルド、YAML のタスクに書くのはあの、タスク作るほどでもないんだけど、何回したいみたいなときはあの、やれると便利かなと思います。で、エンバイロメント3種類ですね、用意されています。まずはあのエンプティーなんあのこれは 主にウェブアップスとかですね、デプロイの履歴をと見るのと、チェック用ですね。で、次は Kubernetes。これは AKS はもちろん対応してるんですけれども、の他の Kubernetes サービスとかですね、あるいはセルフホストの Kubernetes も対応してます。そちらはあのジェネリックプロパイダーっていうのが用意されてるんで、1K EKS とか GKE とか使う場合はそちらを選んでください。で、さっきも見せたバーチャルマシーンですね。はい。で、これらを、えー、エンバラメントの分け方ですね。あの典型的なのがあの本番用と開発用ですね。あのデブ、メインブランチ、メインもしくはマスターブランチは、もうもちろん本 本番もしくはリリースとかですね、は本番用。で、これに関してはちゃんと承認がしなければいけないとか、あのデプロイの監査記録も取らなきゃいけないとかですね、そういった、えー、専用のエンバラメントをちゃんと作ると。で、開発用は、えー、そこまで厳しくなくてもいいから、あの開発用のエンバラメントを作るということですね。あとはあのデプロイの対象時間ですね。あの本番用は あの夜間じゃないといけないけど、えー、開発用は昼だったらいつでもいいとかですね、夜間勝手にデプロイされると、翌朝来てビルドはあの環境が壊れたみたいなことになるんで、夜間はさせないとかですね、そういった真逆の制御もであの環境ごとにできるようになっていますで。あとはデプロイ先ですねあの、リージョン単位でエンバラメントを作るであるとか、あとはリソースグループですね。まあ、これはあの決め事なのであの リソースグループを必ず割り当てないといけないとか、そういうことはないんですけれども、あとはサブスクリプションですね。そういったあたりでできますと。で、セキュリティの分割ですね。さっきのリクワイアードテンプレートを使って、脆弱性検査とかですね。知ってるものでないといけないとかですね。シークレットキーをあのー入れたままですね。API キー入れたままデプロイしてないかとかですね。 そういったあたりの分け方でチェックできるんじゃないかなと思います。で、じゃあちょっとユースケースみたいなことで考えてみようかなと思います。あのいろいろ相談を受けたんですけど、例えばですね、の Git の場合、複数のリポジトリがいいの,かあの、マルチリポがいいのかあの、モノレポがいいのかっていうのがいろいろとあ,のあると思うんですね。 いやあの例えばドットネット、コアとかでも昔はマルチレポだったけど結局あの、モノレポになっちゃったとかですねあのどっちがいいかっていうのは、まあ、そ,それぞれなんですけれどもあとあの複数のレポジで一つのサービスかもしくは一つのレポジで複数のサービスにするかですねもうこれは本当にあのいろいろやり方次第かなと思います。 例えばですね、複数のレポジトリで単一のサービスを作ってますみたいなやつですね。本番とあのここのアイコンが、例えば左側が本番のエンバイラメント、空場に AKS の本番用のエンバイラメント。右側が AKS のえ開発用とかですね。 同じように右側ですね、コスモス DB のアイコンですけれども、コスモス DB の本番、開発用と本番用とかですね。で、本番のエンバイラメントには承認とか、承認を間違いなく入れるとかですね。モニターの、Azure モニターのクエリーを適用して、ちゃんとエラーレポートを定期,定期的じゃないあ、あとデプロイ前後で、 ちゃんと取っておくとかですね。で、開発時にはモニターのみなどっていうやり方があるのかなと思います。じゃあ逆に単一レポジトリで複数のデプロイですね、する場合ですね。これも本番とブランチの制御、例えばよくあると思うんですけれども、例えば StaticWebApps ですね、StaticWebApps と Azure Functions を一緒に使ってる。 ような場合です、ね、でもちろん SQL データベースであるとか、コスモスとか、ウェブとか、まあ、そのあたり何でもいいんですけれども、一つのモノレポで、えー、このパスの下は、えー、スタティックウェブアップ用、あこのパスの下は、えー、ファンクションズ用とかですね、そういったものになると、まあ、パイプラインが分かれるとパイプライン、使用するパイプラインごとに、まあ、エンバラメントを分割していく、まあ、もちろん本番開発。 必要な場合はさらに分割していくみたいな形ですね。で、えー、エンバイラメントの,かあのサービスが違ったら、極端な話、管理者がも違うかもしれないですよね。この,あのシステムのこのサービスを見てるのは私みたいなのもあるかもしれないんですけども、そこはエンバイロメントごとで管理者をいあのちゃんと区別して、セキュリティを分けるとかですね、しなければいけない。で、あのそれぞれのエンバイロメントごとで本番環境とかの,あのデプロイの 履歴ですねあの、ちゃんと期待したあのタイミングであの期待した成功ができてるかとかですねそういったあの追跡に、えー、使えるんじゃないかなと思います、まあ、そんな感じで分割していくのがいいかなと思いますでエンバイロメントなんですけれどもちょっと前はですねあの割と気軽に使えたんですねあの最近 スプリント188、今191なんで、ちょっと前、1か月、2か月弱前ですね、昔はですね、アジルパイプラインの中でエンバイラメントなんとかっていう名前を指定したら、そのパイプラインを作った人の権限でエンバイラメントが作れてしまったんですね。で、ただ、それはですね、あの、 誰でもリリースができるっていうことになっちゃうんですよね。そのパイプラインが作れる人がリリースができてしまうっていうことになってし,しまってたのであの、それセキュリティ上まずいんじゃないっていうフィードバックが割とあったらしいんですね。で、えー、なので作れなくなりましたあの。パイプライン作れる人が昔は自動的に作れたんですけれども、あの作れなくなりました。なのでまず管理者がエンバイラメントを作ってから、あのパイプラインのこの人、 あのこの人は使えるよっていう設定です、ね、ができるようになったので、えー、ちょっとそこは手順が変わりますんで、注意してください。あの多分もう今変わってると思うんですけれども、昔、この変更があった直後ですね、直後の MSLAN は、これをあのローカルでやるっていう選定になってたらしくて、ですねあの失敗し、LAN のランの通り動かないっていうあの話もあったりしました、まあ、クラウドあるあるの話ですよね。 あの教,科教科書がいつ役に立たなくなるか分からないみたいな話ですね。で、まあ、スプリント188の,あの該当の記述はここにリンクしてありますので、もし興味がある方は読んでみてください。で、あのセキュリティの話だとですね、エンバイロメントですねあの、コンプライアンスとセキュリティで、あのさっきも どっかイメージがどっかイメージちゃんといいもあの期待したものを使ってるかとかですねもしくはセキュリティスキャンを所定の,あの,あの従った、えー、セキュリティチェックをかけてるかとかですねそういった、えー、ことが本当にいろいろできるようになってますそれはですね前あの一度 <laughs> オルターブースさんの、えー、オンラインセミナーでちょっと私 ちょっと喋ってっていうことで呼ばれてですね、じゃあ何しようかなということで、ちょうどエンバイラメントがの試してた時だったので、コンプライアンスをセキュリティでどうやって Azure Policy とかですね、ブループリントとかと連携していくのかなっていうのを、こちらの,あの,セミナーあのセッション資料で書いてますので、もしよかったら、こ,こちらも合わせてみてください。はい。 これも結構頑張って作って20分ぐらいの、20分ぐらいですね、の割には割ときちきちでしゃべってますんで、もしわからないこととかあれば、スラックとかですね、ツイッターとかで聞いてもらえれば助かります。はいは。いえっと、Azure Pipelines って、やっぱり MS のワークフロー、基本的な、 プラクティスには従っているものの,あの、MS がやっぱりこんな感じでやってんだな、みたいなのがよく分かる感じですね、になってるんで、あのデプロイタースタイルがあるんです、あるなってるんで、まあ、合う場合ですねあの、使うと便利なんですけども、反面、あのこれから CI、CD やっていこうっていう人には割とあの全部使おうとすると結構大変なんですよね。えーまあ、もちろん使わない、あの最初からエンバーラメント使う。 えばいいいかっててうととそそんんなななわけはあのそんなことはなくてですねもちろん全然使わなくても問題ないんだけども実際お仕事で使っていこうとするとあのこういうことをしたいっていうのは必ず出てくるのが割と入ってるものになってます。で会う場合はもあの使うと便利なんですけどもあのそ,そうじゃないこう,うちはこうしたいんだみたいなことをすると。あの 独自のタスクを作ったりとかですね、そういったカスタマイズ時刻が発生するので、やっぱりこういうクラウドサービスの SARS 使う場合は、えー、合わせていった方があの使うんだったら合わせていく方がいいかなと思います。で、エンバイロメントに関してはですね、マイクロソフトのドキュメントの方にも、今日やあのお話しした VM へのデプロイのほかにもですね、Kubernetes へのデプロイの 話とかですねただちょっとレポジトリが古いんで、あのそのままビルドできるかどうか怪しいと思うんですけど、私もこ,れあの,このデモ用,デモ用で Kubernetes 作ろうと、AKS 作ろうとしたんですけれども、ちょっとラストコミットがだいぶ古かったので、今の AKS でデプロイできるのかどうか、ちょっと自信がなかったので、今日の VM の,のデモとさせてもらいました。はい、そんなわけで、あのエンバラメントで ターゲットをあの VM とかですねあの、やられる方はこちらから見てもらおうといいんじゃないかと。私は Windows でデモしたんですけれども、あのここにあるデモは Linux ですね。Linux で m a y e a n 使って Java アプリをデプロイするっていうやつになってます。のであの、ハンズオン的にやってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。 あごめんなさい。えっ、ー、と、まあ、さっきの同じスライドですねで。ちょっとですね、アンケートをご協力いただけると助かります。あの、ちょっと今後も定期的にやりたいので、えー、どんなお話が聞けるかとか、聞けたらいいかなとかですね、ハンズオンしたいかとかですね、ハンズオンしてみたいとかですね。 ちょっと Teams で参加されている方にはあの、Teams の方にも、のチャットにも貼ったんで、えー、こちらからお願いします。コンパス登録していただいている方には、あの最後に、えー、メールでご案内しますので、1週間ですねあの、来週の23時59分まで有効にしておりますので、えー、もしよかったら、というか、ぜひアンケートの回答をお願いいたします。 ちょっと、えーと、こっちにはないかな。スライドの方にはちょっとないですかね。はい。はい。えー、そんなわけでありがとうございました。えー、ちょっとだいたい早いかなっていうぐらい気もしますけれども、まあ、こんな感じですかね。で、えーと、特に質問とか大丈夫ですかね。YouTube ちょっと私見てなかったんですけれども、見えてなかったんですけれども、よいしょ。 YouTube、YouTube はコメントなしか。えっ、ー、と、Twitter の方ですね。よいしょ。Twitter の方とかでも特にないかな。あ、ありがとうございます。いろいろと。えっ、ー、と、これかな。はい。あの、特に、ありがとうございます。いろいろと。えっ、ー、と、質問とか、 ありましたら、書いて、あの、Teams のチャットとか書いてもらえたら、大丈夫です。あの、声が出ると YouTube にのりますんで、声,声を全世界にあの広めたくない方は、チャットなどでお願いします。あ,あ、インポート・エクスポートできないんですね、残念ながら。えっ、ー、と、 なので、REST API はあるのであの管理構成か、そこまで構成管理するんだったら、REST API する使って作るのがいいかなと思います、多分そうですね、できないはずです。はいエンバイロメントのインポートイン・エクスポートは確かできないはずですね。少なくとも GUI ではできないはず。 API 使って取得ですね、はできるはず。確か。そうですねあ、あると便利なんですけどね。こういったものは、んと、パイプラインズ。 プレビューと、これパイプラインの配管ないんだよな。えっと、そうですね。こんなのはあるので、ゲットリリースエンバイラメントはあるので、これで行くのかな ?VSR。 あ、これリリースマネジメントのエンドポイント使うんですね。6.1だから多分エンバイロメントのエンドポイントになってるはずです。はい。で、さっきの、うんと、そうですね。あの、さっきの、 よいしょ。よいしょ、よいしょ。さっきのですね、実はですね、え、あの、んあ、こっちじゃないんか。えっ、ー、と、オーガニゼーションセッティングスの 昔はデプロイメントプールっていうのがあったんですけれども、これはクラシックリリースから使うやつなんですね。ただ、機能としては便利なので、便利っていう言い方変か。なので、エンバイロメントの VM デプロイは、ここのデプロイメントプールを裏で作ってるんですよね。こんな感じで。 なので、えー、ここでまあセキュリティとかですね、アドミンストレーターの設定とか、まあ、ディテールとかですね。おっと、これは、まあ、そんな感じでできるようになってます。あの裏ではあの昔のものも有効活用してますよっていう形ですね。はい。えっ、ー、と、所定の時間になりましたので、<laughs> 特にご質問は大丈夫ですかね。まだあの30分からですね、14時30分から第2部予定してますので、あのこちらのオンラインじゃなくてもいいよっていう方は、あの残っていただいて、そちらであの記,ろく記録に残らないおもしろ話とかですね、できればいいんじゃないかなと思います。はい そんなわけで、えー、一旦これで終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。はい。あ YouTube ストップしされました。ありがとうございます。配信ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。えっ、ー、と。そんな感じで、えー、きも。 終わりました、えー。ありがとうございましたで、えっと。VM、そうですね、例えば、今回使った VM は、まあ、この辺にあるんですけれども、ここで、えー、ですね、アクセス、あの、アドミンセンターはこんなところにいる。 で継続的デリバリーですね。こっちでも実はできるんですけれども、あのここでコンフィギュアすると、ここでですね、あのプロジェクトを指定してできるようになります。私はでもね、こっち側でやるのはあんまり好きじゃないんですよね。あのこっち側でやるには、Azure DevOps 側の,あの管理者権限が必要になってしまうんで、あの誰でもはできないんですよね。 なので、やっぱり VM 作って、パイプラインから設定するほうがいいんじゃないかなと思います。あ,ありがとうございます。よいしょ。